東合空対地スタンドオフミサイルは、ロッキード・マーティン社が開発した、空対地ミサイル。標準型の JASM のほか、射程を延伸した JASMER、それを元にした対艦ミサイルであるローラザムが派生した、ほか、さらに射程を延伸した JASMXR も、開発されている。アメリカ空軍では2009年より収益したほか、オーストラリア、フィンランド、ポーランド空軍で運用されている。 また航空自衛隊での導入も決定している。1980年代末より開始されたエイジム -137 トサム計画が頓挫するとともに、アメリカ陸軍は短距離弾道ミサイルである MGM-140 アタックムズの開発へと移行した。一方、アメリカ海軍、空軍は乗員を危険にさらすことなく堅固に防護された目標を攻撃できる。 長射程の巡航ミサイルを求めており、1995年より、ジャスム計画を開始した。この計画では、ロッキード・マーティン社のエイジム -158A、マクドネル・ダグラス社のエイジム -159A の2案が、訴状に載せられたが、1998年に、ロッキード・マーティン社のエイジム -158A が、選ばれた。幾度かの失敗があり、 開発は遅延したものの、ロッキード・マーティン社の自費による改良も行われた結果、2009年に収益した。エイジム -158A は、テレダイン社 CJ400 にターボジェットへエンジンを搭載した、自立飛行が可能な巡航ミサイルとなっており、ステルス性を考慮して、レーダー反射断面積の低減を図った形状となっている。よくかのハードポイントに吊り下げられたり、 機内の爆弾層に収納された状態では主翼及び垂直尾翼は折りたたまれており空中投下後に翼が展開して青即飛行を開始するその射程距離は 370km 超とされ敵の対空兵器の射程外からのスタンドオフ攻撃を可能としている投下後の誘導は GPS 及び完成誘導となっているほか WDL による 発射後の母機からのコース修正も可能となっている。また終末誘導は、赤外線画像誘導によって行われ、貫通型弾頭である和重マイナス 42B を目標へと誘導する。現在のところ、ジャスムの運用は、B マイナス52、B マイナス1、B マイナス2、解マイナス 15E、解マイナス16、解 A マイナス18、そして、 三 -35 で対応可能となっている。2017年に編成された平成30年度防衛予算においてスタンドオフミサイルの導入が着手されたが、その一環としてス -15J など航空自衛隊の戦闘機にジャスムやローラザムを搭載することを想定した適合性調査が盛り込まれた。2018年12月18日、 閣議決定された中期防衛力整備計画において、JASM 及びローラザムの整備を進めることが明記された。なお、ここで導入される JASM は JASMER であり、運用は、K、海 -15J 戦闘機を改造して行うとの発言が、小野寺防衛大臣の記者会見で明らかにされた。千二十一年四月七日、対地攻撃用巡航ミサイルなどを搭載する海十五。 J.J. m シップ機の最近代化回収をめぐり、防衛省が現計画の全面的な見直しを決めたと、朝日新聞が報じた。2027年度までに20機を回収する計画だったが、回収に先立つ、初期経費が高騰するなど、費用をめぐって、日米間の協議が難航し、岸忍防衛省が回収計画の精査を指示したという。 当初は2021年度予算への関連経費の計上を見送っていたが、回収に先立って必要となる設計費や作業用の施設などを整備するための初期経費として、2020年度予算などで米国政府や日本のメーカーと予定していた390億円分の回収契約も取りやめたという。ありがとうございます。